はい、こんにちは、スプレーアートエデンの梅ちゃんです。ベロちゃんと結婚して10年かな9年かな、多分一度もクリスマスプレゼント買ったことない。今日はベロちゃんにクリスマスプレゼントをあげたいと思います。やばくない？このこの黒い箱のかっこいい。またおかしくなった。多分喜ぶと思います。なんかさ、映画とかで見るさ、クリスマスプレゼントじゃないんだけど、なんかメッセージ書いて、Te amo siempre、いつも愛してるよって意味です。ということで、ベロちゃんが来たら渡したいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。ここに座ってどういうビデオ？あの、遅刻ですよ。遅刻？遅刻ですよ、いつも通り。遅刻だから、ベロちゃんに、はい、この何それ、ドッキリの箱。嘘だ、雲とか入ってないよね。わかんないよ。やだ。ちゃんと、リアクションとこ、ほらほらほら、見て、なんて書いてあるの？Te amo siempre, Yohei。 どういう意味？自分のこと愛してるよって書いてある。本当に？マジかよ。あ、そっか、そう、どんだけ自分の、自分のことが好き。え、これ開けてってこと？うん、どう見てもやばい、これ罰プレゼントだ。罰ゲーム？罰ゲームのプレゼントみたい。うわー、あ、そういうドキリなんだ。どうですか？自分のことが愛してるから自分のプレゼントを開けてください。そうそうそう。これヨヘの自分から自分のプレゼント。そうそう、だからベロに俺のプレゼントを開けてっていう。ああ、はい、ありがとう。やだ。もらう。ベロちゃんに、ベロちゃんにクリスマスプレゼントです。本当に？うん。え、ずっと欲しかったんだけどさ。でしょ、知ってるよ。もうこれは貸さない。え、見せて。これ自分のもの。いいよ、ベロのだよ。どう？え、見せ物かもしれない。見せ物？いや、本物でしょ。あとほら、ベロちゃん充電とかしないでしょ？しない。嘘だー。これも充電バッテリー、すごい。ということで、楽しいと思ったら、楽しい楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。嬉しい、超嬉しい。でもまだ怖いんだよ。何が？もしかしたらまだ動画終わってないから、ドッキリかもしれない。そう、ドッキリかもしれない。プレゼントだったら嬉しい。嬉しい。イエーイ。本当？イエーイ。嬉しい、超嬉しい。いっぱい出ちゃったろ。 OK、 じゃあねー。